はい、本日はですね、大人がショーツを選ぶ時のコツというところのお話をしていきたいなというふうに思います。よくですね、質問で僕のところに、ショーツ、ハーフパンツとか、その短いパンツを履くときに、どういうのをやったら似合いやすいですかとか、どういうのを選んだらいいですかとかって質問いただくことが結構あったりとかしてたんで、まあ、今回はこれを押さえとけば、まあ、結構誰でも似合うんじゃないかなっていうのが僕の中で一応5個あるので、まあ、それのお話をしていきたいなというふうに思います。でですね、まあ、今回のショーツっていうところはですね、長ズボンに比べると結構難しくて、人によって足の形とか足の長さって全然違うので、ちょっと間違えるといきなりダサくなったり、いきなりやぼったい感じになったりとかしやすいので、まあその辺の、まあこの5つを注意してれば、まあその辺にはならへんかなというところのお話をしていきたいんですが、まあ、もちろんこの今から言う5つを守らなくても全然違う形にしても、おしゃれな方もいますし、履きこなす方とかもいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、この5つを押さえてて、まあ、変になることは多分ないと思いますので、まあ、これ5つが全部ダメっていうことじゃなくて、まあ、それぞれの個性に合わせながら見てもらったらいいかなと思いますが、まあ、大体この5つやってて外すことはないかなというところのお話をしていきたいなと思います。ではですね、1つ目からお話していきたいなと思います。まず1つ目っていうのはですね、ショーツを選ぶ時のポイントとして柄物を選ばないというところになってます。っていうのはですね、ショーツっていうのは結構もともと子供っぽいというか少年っぽい感じにイメージとしてなりがちなアイテムなんですけど、まあ、そこにさらに柄物を入れることで、もうより子供っぽさっていうのが出てくるので、あまりショーツに慣れてない方とかは柄物っていうのはちょっとあまり手を出さない方がいいんかなというふうに思いますので、極力単色のものを選べば、まあ、そこまで変な風にはならないかなというふうに思います。で、僕自身もですね、特にこの柄物っていうのはですね、バギーズショーツっていうこちらのパタゴニアのショーツがあると思うんですけど、これの柄物を履いてておしゃれな人って今見たことないので、まあ、もしかしたら僕の行動する範囲がちょっと悪いんかもしれないんですけど、まあ、あんまりちょっと柄物でおしゃれな人ってちょっと少ないかなというふうに思うので、まあ、柄は結構合わせるのが難しいかなというふうに思います。もちろんアイテム単体で見たらめっちゃ可愛いですし、かっこいいなと思うやつも結構あるんですけど、合わせるとなると結構難しいっていう感じのイメージになってるので、まあ、足の長さとか色の黒さとかっていう、まあ、これから後で言っていくんですけど、まあ、いろんな条件が合わないと柄物っていうのはちょっと履きこなせないかなというふうに思うので、まあ、柄物をまずは抜くっていうのが一つ目のポイントかなと思います。で、二つ目がですね、こちらは長さということになっててですね、長さっていうのは具体的に言うと、この股下の長さになってるんですけど、要はですね、この股下の長さっていうのを具体的に例えば何センチ、例えば10センチですとか15センチですっていうことではなくて、人によって足の長さって違うと思いますし、長い人もいてれば短い人もいてると思うので、まあ、そうなってくるとどこに合わせるかっていうと、履いた時にこのズボンの裾っていうのが膝より上、膝小僧の上にある状態が一番ベストな状態かなと、まあ僕個人的には思ってまして、逆にこれより長く、膝小僧より長くなりすぎると見えてる部分っていうのがどんどん肌色が狭くなってくるので、足が短く見えたりとか、あとちょっと昔の小学生みたいな感じでやぼったいイメージってなってくると思うので、まあ、極力肌色の部分が長ければ長いほど足が長く見えると思いますし、逆に短くなりすぎて太ももが見えてくると、ちょっと次気持ち悪くなってくるかなというふうに思うので、あまり短すぎるのもどうかなというふうに思いますので、一番ベストな長さっていうのが膝小僧のちょっと上っていうのが一番足が綺麗に見えて、なおかつ履きこなしてる感が見えやすいと思いますので、まあ、長さっていうのは膝小僧の上をベースに考えてもらうっていうのが一番いいかなというふうに思います。で、それをベースにした上で応用編としてさらに短くするとか、ちょっとあえて長くしてみるとかっていうのはありやとは思うんですけど、まずベースとしては膝小僧のちょっと上っていうのが一番誰にでも合いやすい長さかなというふうに思いますので、2つ目っていうのは長さになってます。で、3つ目がですね、まあ、これはできればっていうことでいいんですけども、ショーツが似合う条件としてはですね、基本的には肌の色は白いよりは黒い方がいいっていうことになっているので、まあ、真っ黒な社会人っていうのも変やと思うので、できれば小麦色ぐらいの肌の色になっていればショーツっていうのは必然と似合ってくるかなというふうに思いますので、どうしても真っ白い足が出てくると夏休みのお父さん感というか、お盆のお父さんというか、田舎に帰った時の白のタンクトップ着てるお父さんのイメージがちょっと強くなっちゃうと思う
思うので、まあ、真っ白の肌よりかはちょっと肌が焼けてるぐらいの方が似合いやすいのは似合いやすいかなというふうに思いますので、まあ、これは人によって肌が焼きにくいとかそんなのもあると思うので、まあ、一概には言えないんですけども、白いよりかはちょっと黒いぐらいの方が、まあ、合わせる幅は広がるかなというふうには思いますが、まあ、これは体のことなのでどうしようもないこともあるかなと思いますので、まあ、一応参考程度に聞いてもらえればなと思います。で、4つ目がですね、これはジャンルっていうことになってるんですが、パンツにおいてオーバーサイズっていうのはですね、縦の長さではなくて横の幅になっててですね、まあ、縦の長さ先ほど言った膝小僧の上っていうのが一番ベストなんですけども、オーバーサイズで履こうと思うと横幅を大きくした方がかっこいい感じになるので、トップスとかであればオーバーサイズにした方が丈が長くなっていくんですけど、このショートパンツに関しては丈を長くするとちょっとダサいので、ショートパンツは丈はそのままで横幅を大きくしていくっていうイメージの方がかっこいいと思うので、ジャンルが例えばオーバーサイズで着たいのであれば丈をそのままにして横を広げていくっていうことになると思いますし、まあ、逆に僕とかはちょっとストレートっていうか綺麗めに履きたいので細く履こうとしてるんですけど、まあ、そういう自分でジャンルを決める、細く履きたいのか太く履きたいのかで、それによって幅がぐっと変わってくるので、自分にはどっちが合うのかっていうところで、まあ、選んでもらったらいいと思うんですけど、中途半端な幅っていうのが一番難しいと思うので、まあ、細く履くのか太く履くのかっていうのは、まあ、はっきり自分の中で意思を持った上で選んだ方が、まあ、合わせやすいんじゃないかなと思います。まあ、特にトップス、 T シャツとかがオーバーサイズで着る方であればワイドの幅でもいいと思いますし、まあ、逆に細くても全然ありやと思うんですけど、上がトップスが細いタイトめで着てる方がパンツだけ太いっていうのはちょっと変になっちゃうかなと思いますので、まあ、そういう自分のジャンルとかを見ながら幅を決めていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、4つ目は、まあ、ジャンルを絞って幅を選ぶということになってます。そして5つ目がですね、革靴を履かないということになってるんですが、まあ、もちろんおしゃれ上級者の方とかでよくハーフパンツに革靴履いてある方って結構見ると思うんですけど、まあ、これはですね結構難しいというか、基本的には合わせづらいと思いますので、やっぱり無難にスニーカーであったりサンダルで合わすっていうのが、まあ、オーソドックスかなと思いますが、もちろん慣れてはる方とかショーツが慣れてはる方は別に革靴とかでもありやと思うんですけど、僕は革靴は絶対履かないんですけども、まあ、慣れてない方とかであればやっぱりスニーカーとかサンダルで合わせていくっていうのが一番合いやすいと思いますので、まず革靴っていうのは選択肢から外してもらった方がいいかなというふうに思いますということになってますので、以上この5点を守ってもらえればそんなに変なスタイルにはならないと思うので、まあ、初心者の方とかあんまりショーツ履きたくないっていう方とかでもトライしようと思う方がいらっしゃれば、まあ、この辺を参考にしてもらって選んでもらえば、まあ、そこまで変にはならないんじゃないかなというふうには思います。まあ、ちなみに僕はいつもですね、まあ、この辺を意識しながら履いてるっていうことで、まあ、特にショーツに関してはサイズ感によっては全然見え方って変わるので、まあ、先ほど2番で言った丈の長さもそうですし、あと幅によっても全然変わるので、僕が逆に太い幅のやつを履くとちょっと難民みたいな感じで色が黒くて足が細いので、ちょっとあまりワイドになっちゃうとちょっと変な感じになってアフリカ系になっちゃうので、まあ、僕はタイトめに履くっていう感じにはしてるんですけど、まあ、それはご自身のスタイルに合わせて太めに履くか細めに履くかっていう感じなんですけど、それ以外に関しては基本的にこれを守っていただいた方がまあいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、最後総括していくと、一つ目っていうのがですね、柄物を選ばないということになってるので、要するにどういうことかっていうと単色を選ぶっていうことになってます。なので単色であれば多少派手なもの、例えばこういう赤ピンクみたいな感じの多少派手なものであっても単色ならまだ合わせれるんですけども、柄になってくると一気に合わせづらくなってくるので、まあ、単色をまず選ぶということになってます。そして2番目はですね、極端に長いもの極端に短いものは買わないということになっているので、つまりどういうことかというと膝小僧よりちょっと上ぐらいの長さがベストということになってますので、まあ、そのサイズ感を見ながら選んでいくというのがまあいいんじゃないかなというふうに思います。で、3つ目がですね、肌の黒さということになっているんですが、まあ、これは先ほど言ったみたいにそれぞれ皆さん肌の焼けにくい焼けやすいとか肌を焼いてあかんとかいろんな事情があると思うので、まあ、一概には言えないんですけど、真っ白でプニプニしてハーフパンツ履いちゃうとやっぱりちょっとお父さんもしくはおじいちゃん感が出ちゃうと思うので、ちょっと合わせづらくはなっちゃうんかなというふうには思いますので、もちろん日焼けしてなくても全然いいとは思うんですけど、まあ、そうなってくると足の形とか足の長さが結構重要にはなってくるかなというふうには思います。まあ、かといって真っ黒クロス剣まで行っちゃうとちょっと変な感じというか、まあ、そこまで焼いちゃって派手な色着ちゃうとちょっとギャル王感が出ちゃうと思うので、あんまり焼きすぎるのもちょっとどうかなとは思うんですが、まあ、大人の常識の範囲内で小麦色ぐらいで単色っていうのがいいんかなという
というふうに思います。で5つ目のですね、ジャンルを絞って幅を決めるということなんですが、その幅っていうのが自分にとって一番いい幅ってあると思いますし、それこそちょっとがっしりしてる方はあえてオーバー気味に履いた方がかっこよかったり、僕みたいに細い方はオーバー気味に履くとダボダボに見えたりとかしてダサかったりすると思うので、それはご自身の、好きなタイプってあると思うので、それを選んでもらうっていう感じになってるかなと思います。なので細いか太いか、どっちかを選ぶっていうのがいいかなと思います。中途半端なのが一番ちょっと変な感じになっちゃうかなと思うので、タイトか太いかっていうのがいいんかなと思います。で最後はですね、革靴を履かないっていうことになってるので、要は何を履くかというとスニーカーもしくはサンダルを履くということになってて、スニーカーであればですね、別にハイテクのスニーカー、ナイキのボリュームある感じのでもいいと思いますし、あとローテクって言われるバンズとかコンバースとか、そういうのやったらより合わせやすいと思うので、僕は普段バンズばっかり履くか、サンダルを履くっていう感じにしてて、もう何も考えずに合わせるっていう感じになってるので、その辺は合わせやすいんじゃないかなというふうに思いますので、間違っても今まで一回もショーツを履いたことない人が革靴はこれだけは履かないようにした方がいいかなと思いますし、あと極端に短くて革靴も履いちゃうと結構女子から印象悪いと思いますので、その辺だけはちょっと注意していただければなというふうには思います。はい、ということになっているので、それぞれ皆さん一人一人によってその足の形とか体型って全然違うと思うので、それはもちろん筋トレとかめっちゃしまくって体型ムキムキになったら何でも似合うと思うんですけど、今から体型ムキムキになることよりも今の体型にいかに合わせていくかっていうの方が結構大事かなと思うので、僕もそんなにムキムキな体じゃないんですけど、今の自分の体型に似合うのって考えると、さっきの5つを守ってればそんなに変な感じにはならないなというふうに思うので、この辺を守ってればいけるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということになってますので、本日は大人が似合うショーツの選び方5選というところのお話をしてみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。